どうも白石秀出です。今日はですね、僕の歴代買ったギターを思い返してみたいと思います。僕がね、最初にギターを買ったのは大学3年の終わりですね。最初に買ったのは高峰のエレアコを買いました。6万から7万円のギターだったと思います。なんで、そのギターを買ったかというと、多少ね、大学生にとって6、7万大きいですよね。初めてのローンを組みました。なぜかというと、そんだけ高いギターを買ったらもうやめれないと思ったので、高峰のエレアコを買いました。はい、すごくね、弾きやすくてね、まあまあね、ライブでも使ったし、 NHK のね、生放送バトルでも使いましたし、思い出のある高峰のギターを最初に買いました。その後にですね、まあ、ちょっといっぱいギター買ってるんですけど、主にちゃんとライブで使ったやつ、レコーディングで使ったやつをちょっと紹介していきたいんですが、その後に買ったのがですね、いよいよ僕が26歳の時に壊したギブソンの J50、 こちらを買いました。ギブソン、どんな音がするかというと、このギブソンはジャガジャガとちょっとね、キレのいいジャリンジャリンという音がします。僕のスタイルにはすごく合っていたので大好きだったんですが、私何を思ったかぶっ壊してしまいました。はい、でね、その後全然性質の違 うマーチンの D28 に手が伸びました。これは今も愛用していてですね、僕の相棒になっております。でですね、それと同時期ぐらいにですね、僕エレキ買いました。まずね、エレキ最初に買ったの忘れちゃったな。フェンダージャパンかな。フェンダージャパンのストラトを買いましたね。ホワイトを買ってジャカジャカ弾いてた気がします。その後にですね、レスポール買いました。ゴールドトップ、レスポールを買いました。これもね、まあまあいい値段したんですが、なんかね、ギブソンのレスポール、その時は全然僕弾けなくて、なんか全然手に余るというか、やっぱしっくりこなかったので、結局フェンダージャパンのストラトを使ってましたね。ストラトって本当になんかいい感じにこうヘタが隠れるっていうか、音の立ち上がりが早いんで、ヘタ馬な感じが出るんですよ。なんでね、エレキギターどうしようかなって思ってる方はストラトぜひおすすめします。最初はね、レスポールって結構ね、本当ロックするぞとかね、方向付けがある人は買うべきなんですけど、最初に買うのにはまあまあ結構ハードルが高いような気がします。レスポールすぐ後輩に売っちゃいました。というわけでね、次ですね、ナビゲーター使いましたね。ナビゲーター、これすごい良かったです。ナビゲーターすごい良かった。これもね、音の立ち上がりがすごく速くて、まだその時ギター下手だったんですけど、ちょっとね、いい感じにアグレッシブなサウンドで、ね、使わせていただきわーした。でですね、次がですね、グレッチ買いましたね。グレッチ良かったですね。僕はグレッチを選んだ理由もただ一つ、フォルムがかっこよかったですね。グレッチ良かったです。でもね、これもすぐ売っちゃったんですけど、その後ね、フェンダー USA のテレキャスを、テレキャスだったかな、ストラトやったか忘れちゃいました。その時ね、一緒にバンドやったらベースから借りた、フェンダー USA でもライブをやっておりました。そしてですね、その後はですね、いよいよフェンダーのテレキャスに手を出します。フェンダーのテレキャスに行きまして、何を言ったって、何を買ったというかというとちょっと待ってくださいね。あれ、フェンダーのテレキャス行って、ちょっと待ってくださいよ。フェンダーのテレキャス行って、フェンダー USA のストラト、これがめちゃくちゃいっぱい使いました。今も持ってます、このストラトを。ギュインギュインギュインと使いました。これも本当ね、やっぱ僕ストラト大好き人間、これをずっと使ってましたね。でその後に、335を使いました。335もなかなかね、いい音なんですけど、なかなかね難しい、苦戦しましたが、レコーディングとかね、ライブで使わせていただきました。ギブソンのレスポール、こちらも使っております。はい、というわけでね、僕のギター遍歴でございます。僕から言うとですね、やっぱり何が好きかって、やっぱね、ストラト大好き、ストラトが大好きですね。はい、でレスポールもね、最近やっぱりタコロクとかでやっぱね重宝します。独特のやっぱサウンドがありますので、エレキはストラト、そして、レスポール、でたまにジャキンとした音が欲しくなってテレキャスを使っております。
で、アコギはもうこれ1本ですね、マーティンの D28、 はい、こちらをずっと使用しております。ちょっとマイルドな音もするし、僕のタッチだとガンっていう音も出てですね、ちょうどいい感じでございます。はい、というわけでですね、誰が聴いて楽しんだこの僕のギター遍歴っていうね、今日は動画でしたが、多分ね何個か抜け落ちてるんですけど、うん、いっぱい買ってるんですよ。いっぱい買ったけど記憶に残るギターはこれぐらいですかね。あとは何も買ってないよね。あ、買いました、フェンダーのアコギ買ってました。1万円ぐらいの中古で買ってました。もうほんとこれはね、でもねライブでも使わないですし、適当な感じで扱っておりますが、あー、多分誰かのね手に渡るんではないかと最近思っております。はい、というわけで今日は白石秀則のギター遍歴という動画でございました。今日も本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。また会いましょう。白石秀則でした。ブン。